はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ラピッ TV です。本日はフェリオビア .org で、なんと偶然に本日2023年5月18日に現れている巨大80万キロの長さがある葉巻型 UFO が太陽の右側上部と右側の下に現れております。それ以外にもこの辺に変わった UFO も現れております。他にもたくさん現れている動画をこの動画の最後にお見せしますので、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。まず写真の方からです。今日見つけた今日の現実の UFO が太陽に現れた写真からです。どうぞ。これがその右上部に現れた葉巻型 UFO となります。大きさのスケール、バースケール出しております。これが35万キロなんで、約これこの倍で70万キロということは、約これ70万キロから80万キロの長さがある巨大、まあ、UFO の葉巻型母船だということが分かります。そしてその周りに飛んでいるのは、それを守る護衛艦の小型 UFO の数々となります。そしてこれが白黒にしたところです。白黒にするとね、はっきりと見えてきますよね。この葉巻型の巨大な長さ70万キロから80万キロある巨大母船が、太陽に同じ日にち同じ時期に上下右、太陽の右上右下に同時に現れている、まあ動画も最後にご紹介しますので、最後まで見てください。今日の速報ニュースとなります。これだけね、太陽にはたくさんの、まあ、UFO が現れているということは現実のことです。皆さん、これがノイズとかそういったものではないということが過去の動画でわかると思います。他にもたくさん毎日のように現れております。まあ一瞬に現れて高速で飛び去っていきますので、まあ見える瞬間がね、わずかな時間ですが、そういったものが確実に映り込んでいるということになります。これがいつも私が他の Google スカイでお見せしております、あの葉巻型 UFO がもう太陽系に来て、もう太陽の周辺に現れているのではないでしょうか。皆さんのご意見、コメントをお待ちしております。そしてこのヘリオビア .org のリンク見れるように、下にリンク貼っときますので、ぜひパソコンで見てみてください。そして次です。これがその白く黒にしてモノクロで明るくしたものです。これが太陽です。そしてぐっと、まあできる限りズームしますと、こんな感じ。バースケール、これが70万2000キロの長さです。まあ遠近感の関係で、まあこちら望遠鏡側に近いか太陽側に近いかによって、まあ大きさのスケールはまあ狂いますが、まあ大体のところ70万キロから80万キロある大きさであるということが想定できます。そしてその周りに飛び交う護衛艦のようなものも、こういうふうに護衛艦の、まあ、ここから飛び出した古希だと思われる UFO が数々映り込んでおります。この小型の UFO ですら、まあ、地球のサイズを超えた大きさだということは言っておきたいと思います。そしてこれ、そしてこれが実際のオリジナルの映像となります。太陽光を反射して光っているということになります。そしてこれ、そしてこれですね、より、まあ、遠くから引いてモノクロにしたところです。そしてこれが右上部ですね。それとこれが太陽の下側に現れている、同時に現れた葉巻型UFO、これも70万キロから80万キロの大きさがあります。これですね、これ同時に現れたというところを最後に動画でお見せします。太陽望遠鏡が捉えた映像をご覧に入れます。そして設定はですね、本日2023年5月18日3時10分41秒、この辺あたりにしてもらって、これをね
まあ、1アワーじゃなくて15ミニッツぐらいにして送ると見ることができます。双方ラスコ C3 この設定にここ下辺の字マークでできますので、同じ設定にすると皆さんも見ることができます。そしてこれが、まあ、実際オリジナル映像、これが太陽の下側に現れた方の葉巻型 UFO となります。これも70万キロから80万キロあります。そしてここら辺に同じような呼気が飛んでおります。そして次です。これが引いたところ、そしてちょっとね、時間が今度は15分を切ったのかな、06時10分41秒に現れている、今度は左下方向に不思議なものが現れております。ここ中心部コクピットのような部分に三角形の形をしたもの、そしてそこからぐっと伸びる羽のようなもの、それとも光線かもしれませんが、これはビームではないと思いますね。これを見るとここに三角形の物体が中心にあって、左右にこういうふうに何か羽のようなものが左右対称に出ている、変わった、まあ、未確認飛行物体、大型の UFO だということになります。この距離も巨大な距離だと思います。後でヘリオビア立ち上げて測ってみたいと思います。そしてこの上にいるのもそうだと思います。これとは別の種類の異星人の母船だと思います。そしてそれを護衛する護衛艦ですね、みたいな呼気が飛んでます。はい、これがまあ15分違いで現れますので、この時刻とこの設定は同じでいいので、これに合わせてください。本日現れた速報、ヘリオビア .org で偶然私が今日立ち上げて見たところ現れた、まあ5月18日本日6時10分41秒に現れているものとなります。他にもねたくさん現れますので、最後の動画をコマ送りであなたもどれだけ私以上に発見できるでしょうか。他にもたくさん現れてますので、ぜひ見てみてください。最後までご視聴よろしくお願いします。これがその下左下方向に現れているものを拡大したものです。後でサイズ測ってみますね。そしてはっきりと三角形、そしてここからまあ別の呼気が飛び出しているものかもしれませんが、こういうふうに左右に同じ長さで何か羽のようなものまで出ております。変わった形のものとなります。はい、これが引いたところ、全体でかなりの大きさだと、ここからここまでの長さはかなり大きいです。ここにある大きな別のまた母船もかなり大きいですが、まあ、それ以上に長さ的には大きいと、厚みはこちらがありますね。そしてこれ拡大したところ、モノクロにしたところを拡大するとこういった形に映っております。太陽望遠鏡ヘリオビアに映っている映像をお見せしております。モノクロ画像です。そしてオリジナルというふうになります。はい、それではヘリオビア立ち上げてみたいと思います。これがヘリオビア .org の、まあ、実際の映像となります。そしてこれをプラスにしますとズームになります。そしてこれがバースケールです。これで測るともうこれで恐ろしい距離ですよね。140万キロぐらいはあるといった距離です。でもこの誤差があるんでね、先ほど70万キロから80万キロと言いましたけど、だいたいねおそらく140万キロはないと思います。70万キロから80万キロ、まあ太陽より向こうにあるか太陽望遠鏡側にあるかによって変わってきますので、そしてこれを、まあ、地球のアーススケールにするともう地球は見えませんね。もっと拡大してやっとこれが点でついたような見えますかね、これが地球です。地球はこの飛んでいる、まあ、小さな小型 UFO よりさらに小さい、もうピンで刺したような針で刺したような穴、これがまあ地球の大きさだということがお分かりになると思います。さらに拡大して、まあ、アーススケールと比べてみますね。はい、それでもやっと針の穴のような、これですよ、
粒のようなものが地球となります。地球が何個入るでしょうか。もう私も、数々ヘリオビア .org でこの葉巻型投稿してきましたが、ここまで大きい、140万キロから70万キロ80万キロの長さあるというのはなかなかないですね。地球の大きさがこれなんで、もう私たちのテクノロジーといいますか、私たちのそのスケールをはるかに超えた、頭がパニックになる、サイズですよね。はい、これが同時に上と右、上と右下方向に現れたものとなります。これ実際のヘリオビアを立ち上げてお見せしております。これで引くと70万キロですね。やはり誤差があるみたいで、これで70万キロなんで、70万キロよりは大きいということになると思います。そしてこれが同時に、下の方に現れているものがこれです。はい、これです。ズームしてみます。はい、ズームすると下の方も変わらないサイズだということが分かります。70万キロのさらにこの倍ぐらいありますよね。やはり140万キロぐらいあるということになりますが、どうでしょうか。太陽の直径と変わらないぐらいとは言いませんが、どうでしょうか。前後方向にあるかによって変わりますのでね、何とも言えませんが、一応これがスケールとなります。さらに下方向に現れたものをズームしますとこんな感じになります。これ以上ズームするとノイズになりますので、デジタルノイズになりますので、若干引いたこの辺ぐらいが一番ベストの位置だと思われます。はい、これが上下方向に現れているところです。ここに、はい、こちらの方が太陽より後ろにあるみたいですね。はい、そしてここ太陽フレアがドーンと爆発したところの一番明るいプラズマエネルギーがぶち当たっているところに、停泊しているこの巨大な葉巻型宇宙船母船がはっきりこのフレアによって光によって映し出されております。プラズマエネルギーですねによって明るく照らされているところです。これは上下同時に現れます。それよりさらに15分送りますと、はい、送りますよ。さらに送ると今のように出てきます。ここに出てきます。はい、これが送ったところです。すると、この変わった形の巨大 UFO が現れます。これもサイズを見てみますと、ここが70万キロ。これの1個、2個、3個は入りますので、この上から下までは210万キロと。いうことになります。大きさが210万キロ、そして上にあるこれが約70万キロいった具合になります。ちょうどですね、これこのスケールバーと一緒の70万2000キロの大きさが上のこの別の方の母船となります。こういった感じに太陽に現れるものはね、巨大なものが多くてこのヘリオビアに映っております。今回はかなり今日現れております。本日2023年本日現れて映っているというのは非常に珍しいので、皆さんに速報として今日は長くなってもお伝えしました。ぜひこの2つ見てみてください。最後に私の、コメント抜きで最後に拡大した動画を撮りましたので見てください。では皆さん最後までご視聴ありがとうございました。ではスタートです。
はい、そういったわけで最後までご視聴ありがとうございました。またこのシリーズも続けていきたいと思います。ではまたです。皆さんのたくさんのコメントをお待ちしております。